ラグナ、お前の修行を始めたから結構経ったな。まあな、いらねえ知識もあったけどな。でも感謝してるよ。そうか。師匠、ちっと行ってくるわ。な。結局ラグナも巻き込んでしまったよ。すまないな。恨んでくれて構わない。お前に預けていたものをもう使うまいと思っていたが。また少しだけ借りるぞ。鑑賞かしら、それとも後悔？レイチェル。何かしら。ジンとサヤがどうなったか、お前なら知ってんだろ。ええ。師匠の言っていたことは本当なのか？あれに関しては私も干渉できないの。知ってるよ。それでもあなたは戦える？そう決めたからな。そう。辛いわよ。十分に地獄は見たつもりだったが。多分これから進む道にはもっと悲惨なものが待ち受けているわ。だろうな。戻ってきたか。ああ、悪いな、待たせちまって。おお、お前も来ていたのか、レイチェル。ごきげんよう、ジューベ。ラグナ、これをお前にやろう。なんだこれ、ジャケットと剣か。もともとシスターに預けていたものだ。ラグナ、年寄りの長話に付き合う気はあるか？あんたの話が長いのは今に始まったことじゃねえからな。そうだな。かつて黒き獣が世界を襲っていた頃、広く知られてはいないが活動を休止した時期があった。約1年の間だ。その間に六英雄と呼ばれた俺たちは集い、人類は術式を獲得した。この時期がなければ人類は確実に滅んでいただろう。そうね。それで？その一年間もな、ある一人の人物が作った奇跡だった。俺の友だ。そいつは？ブラッドエッジ。奴はそう名乗っていた。ブラッドエッジ。黒き獣の恐ろしさは話したから覚えているだろう。命という命を食らい尽くすだけの化け物。あれの恐怖は圧倒的だった。だが奴は誰に知られることもなく、絶望の淵に立たされてもなお決して諦めることなく戦い続け、俺たちにその時間を与えてくれた。自らの命と引き換えにな。私はそれを見ていることしかできなかった。俺は奴こそが本当の英雄だと思っている。この剣と服はな、その時奴が使っていたものだ。なんか重いと思ったよ。ああ、重い。その重さを感じ取れたなら修行は今日で終わりだ。俺が教えられることはもうない。これからはお前自身の戦いになるだろう。ああ、どうなったとしてもそれはお前が選んだ道だ。結果を受け入れろ。それと、青の魔導書を絶対に己の力と勘違いするな。ああ、あんたの口癖だもんな。
師匠と呼べというのに、お前もそういうところは変わらんな。ラグナ、俺はここまでだ。時が来ればまた会うこともあるだろう。行っちまったな。あら、寂しいの？じゃあな、俺も行くわ。ええ。ラグナ・ザ・ブラッドエッジ。結局最後に教会に残ったのが私だなんて皮肉な話。ねえ、そう思わない？レイチェル、どうせ見てんだろ。おい、レイチェル、レイチェル！大声で叫ぶのやめてくれないかしら。なんでいきなり切れてんだよ。つうか頭殴んじゃねえよバカ。唾が飛んでるわ。はしたない。あなた本物のバカなの？いつも見てると思ってるなんて自意識過剰じゃなくて、私をストーカー扱いするなんてふざけてるの？いや、だから一応人気のないところ。人気のないところ？あなた変態？そういうのは妄想の中だけにしておいてくれないかしら。もっとも、そんな妄想している変態には近づいてほしくないけれど。あ？てめえ、黙って聞いてりゃ好き放題言いやがって。話しかけないで、汚い菌が移るわ。はぁ、汚らしい。悪いのは私とあなたどっちなの？言ってごらんなさい。意味わかんねえ。何なんだよ。ラグナ、聞いてるの？あなた。ああ、はいはい。俺が悪かったよ。悪うございました。謝り方が気に入らないけど。いいわ。特別に許してあげる。感謝しなさい。はいはい。ったく。それで、本題は何？この私をわざわざ呼んだのだから、用がないなんて言ったらどうなるか分かっていて。飯食ってたら村雲ユニットが現れたんだよ。しかも持ち主は第七機関の、ああ、なんだあいつだ。ここの絵やっぱりね。呆れるわ。んだよ、知ってんのか。一応と言っておくわ。あの子、いくらなんでも少し方法がいびつすぎるわ。本人が自覚しているかわからないけどね。いびつっててめえが言うか。まあいいや。あの野郎、空間転移してきやがったぞ。あんな系統、純正の魔法使いか。お前ぐらいしかできねえはずだろ。悪いけれど、その質問には答えられないの。いいえ、正確には答えられるけれど、私の口から答えることはできない。またかよ。じゃあこれは、あいつ、切り際にノエル・バーミリオンって言ってやがったぜ。あいつの狙いは何だ？真の青の継承者って何なんだよ。言葉の通りよ。あの頼りない子が真なる青の継承者、世界の目となりうるものよ。お前、前に俺の青の魔導書は偽物って言ってやがったよな。ええ。それは本当のことよ。俺は偽物ってか。じゃあなんで俺を助けた？模造品かどうかは関係ないわ。じゃあなんで？あなたの目が。俺の目がんだよ。生きることを望んでいたから助けたのよ。覚えてねえよ。どっちにしてもよ、
俺、必要ないんじゃねえのか？いいえ。あなたは確かにこの世界に必要な役者よ。そう。世界の破壊者として。破壊者だと？ええ。あなたはこの世界の秩序を壊せるものよ。このくだらない秩序をね。秩序？そうね。ここまで来たのならいいわ。少し話してあげる。この世界は狂っている。でもそれを繰り返す。連鎖することにより安定しているの。世界を安定させるもの。それが秩序よ。形はどうでもいい。ただそこに存在すればいい。それが世界。未知数なもの。不要な混乱を望んではいないの。でも、あなたという破壊者、世界の敵がいる。人が病気を患ったら、どのように対抗するかご存知？あ？バカにすんじゃねえよ。体の中の抗体が菌に抵抗すんだろ？あとは食って寝て、体力を回復すりゃいい。その通り。あなたという破壊者がいる反面、世界は抗体を生み出した。それが、ジン・キサラギ。な！そして、ノエルはその秩序を確立させる強い力を持つ存在。でも、今回のテルミの狙いはそれではないのだけれど。それじゃあ、あいつのテルミの狙いは何なんだ？講義はここまでよ、ラグナ。あなたは今回はもう関わらないで。あとは私に任せなさい。は？いきなりなんだそれ？あなたではテルミには勝てない。勝てないわけがあるのよ。だから。おい、ざけんな。ふざけんな、ウサギ。また俺にただ見てろって言うのか。もうあんなことを繰り返すのはごめんなんだよ、ラグナ。どけ、レイチェル。偽物だろうがなんだろうが知ったことじゃねえ。もう二度と繰り返すわけにはいかねえんだよ、ラグナ。いいわ、そこまで言うのなら、あなたの覚悟を見せてごらんなさい。すべての世界を、秩序を壊す覚悟を。The will of fate is turning! Rebel 1! Action!なるほどね。まだなんか文句あんのかよ。いいえ、ないわ。行きなさい。行ってあなたの物語を終わらせてくればいいわ。んだよ、やけに塩らしいじゃねえか。そうかしら。私はいつも素直よ。嘘つけ。何か言って。素直だ。この世で一番似合わねえセリフだなって言ったんだよ。そうかしら。では素直な私が命令してあげる。ほら、グダグダ言ってないでさっさと行きなさい。あなたは愚鈍なんだから、急がないと間に合わないわよ。ちっだよ。つってもどこに行けばいいかわかんねえんだよ。家具土の最上階を目指しなさい。ノエルもテルミもそこにいるわ。そうかよ。なんかお前、何かしら。いや、妙にすっきりした顔してやがんなと思ってよ。さっきまであんなにグダグダ言ってたくせに。信じてみようと思ったからよ。あ？なんか言ったか？
声が小せんだよ、お前は。いいえ、何でもないわ。それより本当に気をつけなさい。テルミは今までの相手とは格が違うわ。あ、悪いな、レイチェル。また後でな。え？紅茶を飲みながら待ってるわ。よし、あとちっとか。待ってたよ、兄さん。またてめえか、ジン。今はてめえに構ってる暇はねえんだよ。どけ。ここから先に進んではダメだ、兄さん。何がダメだ？ふざけんな！邪魔だ！どけ！兄さんは、兄さんは感じないのかい？これは間違いない。黒き獣の鼓動。打ち倒すべき敵の鼓動だ。黒き獣だと？ち、やっぱあのクソ野郎の狙いはそれか。でもこの鼓動は、兄さんからじゃない。何かが違う。何かが。俺から？何言ってやがる。そうか、可能性。これがコンティニアムシフトか。だから何言ってやがる、てめえ。説明しやがれ。やっと理解したよ、兄さん。兄さんも、兄さんすらも可能性なのか。黒き者、世界の破壊者としての可能性、世界の敵、認識はしているのかい？ああ、師匠からもウサギからも大体の話は聞いてるからな。だがな、俺は俺だ。んなクソ運命に縛られる気なんかさらさらねえよ。俺はてめえみたいに弱い人間じゃねえんだよ。んな忌々しいアークエネミーなんかに縛られやがって。いい加減目を覚ましやがれ、このバカ弟が。僕は僕だよ。今も昔も何も変わってはいないよ。あの時も、そしてこれからもね。ふざけんな、アークエネミー。雪姉さん、てめえらがどれだけ黒き獣を恨んでるか知らねえがな、俺には、俺たちには関係ねえ。俺たち？それは僕もかい？他に誰がいる、このバカが。何がおかしい。兄さん、兄さんは本当に何も分かってないみたいだね。何がだ。兄さんへの殺意は僕自身のものだ。他の誰でもない、僕自身だ。なんだとてめえ。まあいいよ、兄さんどいてくれ。あの女、ノエル・バーミリオンは僕が殺す。あれこそが今の世界の僕の敵だ。ノエルが世界の敵だと？まさかとは思ってたが、あの女、村雲ユニットか。ね、気がつかなかったのかい。青の魔導書が反応しない村雲ユニットだと。バカな、ノエルは何者なんだ。クソ、ならなおさら急がねえとまずい。どけ、ジン。ダメだ、兄さんでは奴にテルビには勝てない。The will of fate is turning. Rebel 1. Action. Counter.
うるせえぞジン。何がダメか知らねえが、これは俺の戦いだ。てめえとの決着は必ずつけてやるから、しばらく寝てろ。ったくよ、んな怪我しててかかってくるんじゃねえよバカが。本気出せねえじゃねえか。に、さん。ったく、泣き虫小僧のくせに一丁前にでかくなりやがって。ジン、お前は正しいよ。多分俺はこの世界の悪だ。だけどな、分かっていてもはいそうですかと受け入れるわけにはいかねえんだよ。俺はな、必ず運命に打ち勝ってみせる。必ずだ。でもよ、もしもの時はお前に殺されてやるよ。だからよ、その時は交代とかそんなんじゃなく、お前自身の意志で俺の弟として頼む。なけえ階段だな、おい。おっと、ようやく来ましたか、ラグナザ・ブラッドエッジ。待ちくたびれましたよ。ノエル・バーミリオンはどこにいる？どこにいる？おかしいですね。わかっているからここに来たんでしょ。いや、それにしてもラグナザ・ブラッドエッジ、青の力は本当に素晴らしいと思いませんか？てめえと喋ることなんざね。怖い怖い、そう言わずに。今すごく楽しいんですよ私。嬉しいことは分け合わないとね。鎌を使わずに自己精錬する。いやー、すんばらしい。これも全てあなたのおかげですよ、ラグナザ・ブラッドエッジ。何言ってんだてめえ。ほら、あれですよ。あれがなんだかわかりませんか？なんだあれ、まさか鎌か。嘘だろ。クソが、今すぐ精錬をやめやがれ。いいねいいね、その顔。やっべえ、もっと見せてくれよ、あの時みたいによ。痛い痛いってな。てめえ悔しい。そうだよな、悔しいよな。目の前でいろんなもん奪われちゃな。だけどよ、俺様は超楽しいのよ。この下道野郎が絶対許さねえ。許せねえ。許せなかったらなんだこら。犬みてえにキャンキャン吠えてるだけか、このクソガキ。チリも残さず潰してやる。第666高速機関解放、次元干渉虚数方針展開、ブレイブルー起動。面白いね、ラクラ君。ブレイブルーかよ。んじゃ、こうだっけか。第666高速機関解放、次元干渉虚数法人展開。データを取らせてもらって礼をしてやろう。忠告と言ってもいい。お前、
テルミとは戦うな。見せてやるよ、青の力をな。あなたではテルミには勝てない。勝てないわけがあるのよ。だからコード SOL。 ダメだ、兄さんでは奴にテルミには勝てない。ブレイブルー起動。バカだ、なんでてめえが、なんでだ。なんで、なんでだ。やっべ、超ウケる。いいね、その絶望した顔。それだよ、それ、それが見たかったわけよ、俺様ちゃん。これがてめえが俺様に逆立ちしても勝てないわけだよ、ラグナル。てめえのソウルイーターは俺様には無意味って感じ。無駄の無駄の無駄ってやつ。いいか、よく聞け。ブレイブルーを作ったのはこの俺様だ。The wheel of fate is turning. Rebel One, action. 捕まえて。よっ、うぜ。行くぜ。ついてくれるか。Counter. うぜ。こけとけ。渡すか。てめえ。渡す。てめえ。うぜ。なんだそれ。ついてくれ。てめえ、なんだと。てめえ、おっと、思ったより頑張るね、ラグナ君。じゃあこれはどうかな。ちっ、次！やべ！はい、終了だ。な、てめえ、まだやれんぞ。かかってこい、このクソ野郎。キャンキャン吠えるな、子犬ちゃんよ。マジ殺すぞ。と言いたいところだが、暇つぶしはそろそろ終わりだ。いい準備運動になったぜ、ラグナ君。うわっ、時間だな。これは鼓動、黒き獣の鼓動か。てめえ、黒き獣を復活させてどうするつもりだ。はあ、え、なんと言った今、黒き獣。バカじゃねえの、てめえ。なんであんな失敗作なんかわざわざ作んなきゃなんねえんだよ。失敗作、当たり前だろ、バカか、てめえ。あんな制御なんもできねえ化け物作ってどうすんだよ。あれは暴走した釜だよ。
黒き獣が鎌だと。しゃあねえな。まだちょびっと時間あるっぽいから親切に教えてやるよ。根源への入り口、教会への門、てめえらが鎌と呼んでいるもの、それを模して作ったのがブレイブルーだ。つまりブレイブルー本来の形は鎌だ。教会から根源の力である青を引き出すために作ったんだよ。剣を精錬するためにな。そしてその剣を精錬するために必要な無数の魂を収集する。それが本来のブレイブルーだ。だからてめえのブレイブルーは試作品、つまり鎌の模造品ってわけだ。それが剣を精錬できずに暴走したのが黒き獣。じゃあ村雲ユニットは？そう、村雲ユニットはそれ自体では不完全だ。ブレイブルー、青の力が必要だ。そんなことは第13総隊が散々言ってたもんな。だがな、こいつは違う。ノエル・バーミリオン。ブレイブルーを必要としない真の青を内包した素体だ。さあ村雲の覚醒だ。この世界は嘘だらけだ。だからよ、俺様が見せてやるよ、絶望ってらの真実をな。スサノオの皆において命ずる。起き上がれ村雲。いいな、神殺しの剣草薙よ。貴様のその刃で全ての嘘を薙ぎ払え。さあ、俺を止めてみろ、マスターユニット。アマテラス！さて、ラグナ君。そろそろお別れの時間だから、一ついいことを教えてやるよ。ライフリング。てめえとあの第13素体と同じように、俺様とこの第12素体の命は今繋がってんだわ。つまりどういう意味かわかる？てるみ、てめえ。あ、気がついたね。そうそう、俺様を殺したかったらこのノエル・バーミリオンも殺さなきゃいけないんだよね。しかも同時に。さて、絶望したままとっととっちねえや。